いや、お元気？みみみです。それじゃあ今回は I Can Not Drown というゲームをやっていきましょう。海外の夢日記ファンゲームらしいですけれど、なんか和風みたいですね。和服を着てますね。てか怖いですね。やっていこう。みみみ。うん。なんか書いてある。わかんない。ハロー。わかんない。これはゲームの説明かな？おや？なんか不穏ですね。なるほど、なるほど。シフトキーで。これは意図したものなのか、演出なのか、どうだろう。どうだろうな。ちょっと割と読んでないけど大丈夫かな。まあでも、夢日記ファンゲームならね、大体わかるでしょ。内容は。Your future friend, Q. あれ？お、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 かわいいじゃない。かわいいですね。主人公は梅さんという方らしいですね。HP1。もうすぐ死にますね。和服これ、こっちが前だと死んでるってことになるんだっけ？どうなんだろうな。君は誰だい？セーブ？セーブしておこう。このゲームまだ制作途中らしいので、まあ途中までやっていきましょう。これ何だい？プロセッシング。かわいい。ギガンバーだと、なんかウサギのオブジェがあったけど、この空間って何なんだ？井戸の底かい？なんだこれ。現実世界をあまり探索しないまま、夢なのかな？何だい？しかし、ここは。お、明るい。外出よう。お？しかし、この白黒だけど、赤色だけ鮮やかっていう、このカラー素敵ですね。割と好きです。雪？これなんだ？なかなかこう珍しいな、この、ドットではない感じのこのゲーム。ん？母、マザー！どうした？この下に母がいるのかな？私何も調べられなさそう。スルーしとこう。ん？なんだこれ？ん？何これ？あ、ウサギか。なんかエイリアンの頭に見えてしまった。かわいいが、何やら嫌な感じの扉がありますか？これは血なのかな？入ろうか。見て、右端に嫌なものが映ってるよ。このなんだ、無機質な感じが、逆に怖い。これなんだ？魔法陣的なものがある。わあ、なんか押される。進めねえ。これは誰だい？マザー？じゃないよね。マザーは今は土の下。土の下はきっと溶けている。じゃあ誰だ？この人は。奥に生きる。ひひひひ。なんだいこれは。これは奥の部屋なのか、時間が進んでる演出なのか、どっちだろうな。なんだこれ。ぬいぐるみかと思ったけど、なんか、肋骨がある。肋骨があるぬいぐるみ、やだな。ぬいぐるみではないかもしれない。袋の中から手が出ている。あれ、この先行けない。なんだろうな。あ、なんか。嫌な感じだなぁ。すごい嫌。嫌。タイトル画面からある程度察していたけれど、嫌な感じがいいですね。嫌ですね、かなり。
なんだこれ。え？急に洋風。ハロウィンかい？祭りかい？お菓子をくれ。しばらく歩いてみなく、当選もされている。一旦起きてみるか。これで戻る。リターン。真っ赤ですわ。現実世界的なところに帰ってきた。ここから外出れる？出れません。出れないか。じゃあもう一回。じゃあ、上の方行こう。うわぁ。なんか来る。なんか来てる。誰だお前は。追ってる？追ってきてるわけじゃないのか。和風じゃない？音楽は。やっぱこいつは地味に追ってきてるな。なんなんだ。やめてくれ。寄るんじゃねえ。なんかある。なんかありますね、これ。なんだ？触っていいかな？触っちゃえ。あ！ん？月が、真っ赤だね。うわ、なんか見てる。なんかいる。あまりにもデカすぎる。巨人がいるな。ん？あれ？あれ？動けなくなった。やばい、はまった。これは、なんだろう。バグかな？もしかして。仕方ないね。もう一回行こう。さて、そろそろエフェクトが欲しいが。エフェクトはないものか。ん？なんだこれ？なんだこれ？何かの機械です。ん？ワープ。どこ？このゲーム音楽は全体的になんかディストーションがかかってるというか、めちゃくちゃ音割れしてるな。音割れポッター。これはなんか暗いけど立ち入り禁止のマークがある。なんかないな。なんかあるな。これなんかあるけど特に調べられないな。なんて書いてあるんだこれ。ストップって書いてある。ストップしてみる？わかりません。わからんな。どういうことだろう。ん？ちょっと待って、ここ行ける。ここ行けるぞ。うわ。あれ？この子たち。キャンプファイヤーか。誘えよ。特に反応はなさそうだが、ここら辺も移動できんな。戻ってきてしまう。奥行ってみようか、どんどん。なんかいるな。なんだあれ。座り込んでるのかな。すごいなぁ、この行為なんかいちいち不穏だな。気になるあれ。なんだろう。お、話しかけられる。こんにちは。おや、反応はない。マジか。うわぁ、上なんかある。気になる。この先行けなくないか？道を教えてくれ。頼む。別のところ行こうか。ここはなんだ？この先行ける？あ、道路か。なるほどね。公衆トイレです。どっち行こうか。じゃあ女子なんでこっち。うわ、誰かいる。あんた首大丈夫かね。大丈夫そうだね。ちょっと待って、この人めちゃくちゃでかくない？爆乳じゃない？裏山。じゃあ男子トイレ。誰かいる？ちょっと待って、汚すぎない？どうしたよ、どうしたよ、何を出したんだよ。そうはならないだろ。昨日何食べたん？病院行った方がいい。いやー、この白黒で表現されたこの感じなんかいいなぁ。知ってる人いるかどうかちょっと全然わからないんだけど、昔、マッキントッシュで、ハイパーカードというゲームなのかな？なんか制作ツールあったけど、なんか、それを思い出すなぁ。
この感じ。不思議だわ。なんかあるな、あれ。なんだ？私、この先行けないぞ。そうなると、ここをどこに繋がってるんだ？お、これ、登れるじゃん。移動した。なにこの人たち。おう、なんだよ。何が赤くなってやがるんだ、こいつは。なんだい？かわいいような、恐ろしいような。赤くなってるのはこれなんだろう。赤くなってる時に出る。出ちゃった。どこ？クラブチェリー。クラブ来ちゃった？めっちゃおうぜ。ああ、でもな、音楽が結構ノリノリ。私絶対こんなところ入りたくない。こんな床の店入りたくないわ。なんか BGM が意外に和風というか。なんだろうな。そういうジャンルあるのかな。ああ、行き止まり。しかし行き止まりだな。もうわからん。迷宮です。あれ？戻ってきたな、入り口に。入るか。入りましょう。右にも行けるのかな？うわ、誰かいる。ん？星の砂。星の砂。なんだ？うわぁ、入れた。あ、え？うわ、なんだ？梅？私じゃねえか。ここ書いてあんの？私かい？これ。わからん。ボロボロだけど。うわぁ、私っぽいわぁ。やめろやぁ。君は？ピックって書いてある。豚さんかな？うわぁ、この絵もなんか嫌だなぁ。飾ってある絵、なんか全部嫌。うわぁ。うわぁ、首切られてる。お、この絵いいじゃん。強そう。うわ、なんだこれ。すごいな、私このゲームやり始めて、なんだこれしか言えてない気がする。すごいわー、なんか。すごいな、このゲーム、なんか。尖ってるね。これ、パスワードスターダストって書いてある。これ反転したら。覚えとこうな。パスワードスターダスト。これは誰？四つ腕爆乳。マスクマン。よくこんな不穏でよくわからないを用意するな、こんなたくさん。すごいな。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。うわー、なんだこれ。やべえな。これ夢行きファンゲーム数多くあるけど、中でもやばいな、なんかこれ。どうかしてるって感じではなく、なんだろうな。なんだろうな、これ。唯一無二ですね、これは。まあ、これなんか、中入れそう。中入れるかな？ちょっと調べてないところもあるんだよな。これ。これは確実にどこかに行けるでしょう。行けたね。あ、でもさっきのも気になんな。どうしようか。さっきのもちょっと調べるか。これは何もなかった。あ、何もなかった。じゃあ、心置きなく移動できるな。移動しましょう。うわ。マグマ？マグマかな、これ。なんで？なんでだろうな。バケツ持ってくればよかったな。水を流して黒曜石にしないとな。お、結構広いな、ここは。この中入れそうだね。うわ。中広い。中広い。あと、ここ上がれそうだな。あれちゃう？うわあ！こんなところに！なんでここから出てくる？ああ、しかも一方通行だ。戻されたわ。とりあえずここ入るか。入りましょう。うわあ、地獄かね？これは。地獄っぽいな、なんか。血の池だな。まだ下行ける？これ。うわ、なんかいる。お乳が出てますけど大丈夫ですかね？これは。こんにちは。うわぁ。アマエフェクト。アマさんか。アツエフェだ。なんか書いてある。アマ。イエー。お。
強い。あ、シフトはないか。甘になったことで潜れたりできるかね。どうかね、ここ。ダメかな。グラフィックが変わってる。かわいい。ここをスルーして見に行く。魔女。なんか書いてあんな。これ入れる？入れますね。うわぁ。うわぁ、すごい嫌。魔女？魔女？なんで？進めなさそう。そういえば、こっち行ってなかったな。ここはどこに着くんだ？どこ？すごい動いてる。あれ触っていいの？大丈夫だ。なんだよこれ。ミッシン2012。上なんか、看板があるな。あれどっかの街だな。どこだろう？どこだあれ。わかる人はわかんだろうな、これ。新宿って書いてあるじゃん。新宿歌舞伎町って書いてある。行ったことないんだけどな。何今の。え？上行ったらいきなりワープした。わからない。わからない。梅わからない。もう一回行ってみようか。どうすればよかったんだ。どういうこと？この区画だけなんか、こうなってるんだ。バグとかじゃないよね。こういう演出だよね。え？わからない。アリサと？どういうことだ？アリサって人の名前？入ろう。アリサちゃん。内装の趣味が悪い。おや？おやおやおや？見覚えがある。親の顔より見たマークがあるな。アリサちゃんどういうことだ？アリサちゃん内装。なんか電気つけるエフェクトとかあるかな？入れた。ちょっと待って。もしかして、雨の状態だとここに入れるとか？入れないね。雨さんになろう。入れる？わお。入れましたね。なんかいる。あんたこっち来てるな。顔かわいいな。よく見たら。今まで会ったキャラクターの中で一番かわいいよ。ちょっと待って、なにこれ。なにこれ。本部じゃねえよ、こんなの。うわ、なんかいる。可愛げのあるキャラクターがいる。こんにちは。英月俳優？なんだそれは。ちょっと待って、調べる。英月、新月から満月になるまでの月。合ってる？俳優がよくわからないけど。俳優？ん？使ってみよう。おや、かわいいが、目が増えている。どういうことだ？シフトボタンで。ああ、圧縮された。ジップ。そしてなんかあるな、ここ。入れるかな？入れる。あら、入る。お、入れますね。なんか、あるな。なんか、隙間から何か覗いてますけど。入ってみようか。エフェクト。ガラス。顔。手にガラスを持っています。これは殺傷エフェクトか。なるほどね。いいぞ。刺してやろうか。ほら！あれ？刺せない。
させないぞ。めっちゃ嬉しそう。かわいいじゃん、なんかすごく。うっとりガラスを見つめてるな。この影になるやつもなんか使えそうだな。狭いところ入れたりとか。できそうじゃない？実はちょっと予想してたけど、これがエフェクトなんじゃないかと思ってたんだよね。で、予想通りエフェクトがここに飾られ。ミノハは剣神社に隠れています。息子を返してください。怖い。なんて言った？それは予想してない。ミノハは剣神社に隠れています。息子を返してください。人魚は、アワミシャイン？シャインってヤシロ的なやつだよね。に隠れている。息子を返してください。最後の一文よ。どういうこと？ガラス。あなたがここにいるのは、地獄があなたにとって都合が良すぎるからです。あなたは自分自身を星屑の魔女と呼んでいますが、あなたはただの死体です。めっちゃ不穏だな、言ってることが何から何まで。あなたはただの死体です。恐ろしいことを言ってくる。これは？あなたは本当に嫌です。立派な行いをして自殺すべきです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録または高評価をお願いいたします。それではまた来世。